行くぞ。よし。リムちゃんの水晶を盗んだっていう猿だな。チョッパー、なんて言ってるのか聞かせてくれ。まだ取ったと決まったわけじゃねえから落ち着けって。こいつなんか怯えてるな。俺じゃない、リム怖い、ビンも海も怖いって、すっかりトラウマになってるみたいだな。俺たちリムの水晶玉がどこにあるか探してるんだけど、お前何か知らない？ウサウサ。他にも犠牲者がいたのか。そいつも多分トラウマになってるぞ。私は怒っただけよ。眠ろうとすると急にうるさく騒ぎ出すんだもの。うるさいって言ったら勝手に木の上に逃げていったの。ウサ。またビクビクし始めたぞ。トラウマが蘇ったんだな。もう勝手に人を怖がらないで。それでその子だけど今はどこにいるの？こいさ。そうか、じゃあ次はそこに行ってみるか。待って、やっぱり何か変よ。なんだかリムが怖いと私たちに思わせようとしてるみたい。ええ、確かにそうね。そうか、よくわかんねえな。